リカルド・サンチェスは、アメリカ合衆国出身のサッカー選手。スポルティング・カンザスシティ所属。ポジションは GK。2011年2月、FC ・ダラスとホームグローンプレイヤー契約を結んだ。出場機会は得られていなかったが、2012年シーズンに契約を延長。2013年7月、北米サッカーリーグのフォートローダーデール・ストライカーズに、期限付き移籍。 8月3日の試合でプロデビューを果たした。2014年6月、メキシコのウォンル・ティグレスに移籍。その後、すぐにフルス FC ・ダラスに期限付き移籍で復帰。幾度かのレンタル移籍を経て、2017年夏にウォンル・ティグレスを退団。2017年8月、シカゴ・ファイヤー FC に加入。2019年11月26日。 MLS リエントリードラフトでスポルティングカンザスシティに指名された。U-17 メキシコ代表の一員として参加した 2011FIFAU-17 ワールドカップでは中心選手として大会制覇に貢献した。2013FIFAU-20 ワールドカップでも引き続きレギュラーとして参加した。U-17 メキシコ代表 U-20 メキシコ代表。 ありがとうございます。